株式会社、レオパレス21は、東京都中野区に本社を置く日本の大手、不動産会社、アパートの建築受け負い、賃貸のほか、リゾート施設、介護老人ホームの運営や入居者向けブロードバンド等を行っている。かつては、小建て住宅分譲や、カーシェアリングも行っていた。百七十三年、深山祐介により設立された、 株式会社ミヤマが前進。当初は首都圏で不動産の中海業を行っていたが、1985年、資金無料型賃貸マンションのレオパレス21事業を開始してから飛躍的な展開を見せるようになる。1989年に社名を株式会社 MDI に変更。また、グアム島に滞在型リゾート施設レオパレスリゾートグアムを開設し、 レジャー事業に進出する。2000年に社名を賃貸マンションブランドと同じ、レオパレス21に変更。2001年からマンスリーレオパレスを販売開始。マンスリーレオパレスは前払いの必要があるものの連帯保証人が不要であるため、外国人などからも重宝されている。2006年5月、入居者から徴収した手数料を売り上げに計上せず過小計上し、 この別管理の銀行口座から創業者社長である深山祐介自身と知人の企業に計47億円を貸し付けていたことが発覚。深山は6月1日、私的流用の責任を取り辞任した。公認の社長に深山と同じ拓殖大学出身である副社長の大場富夫が就任した。しかし、同年11月27日、病気療養を理由に、 代表取締役社長は、専務の北川義樹に交代する。2009年3月期を境に業績が急速に悪化、赤字決算が続いた。2010年度より3か年計画を掲げ、ストックビジネスを基盤とする事業展開で、これまでの新築から既存の物件の賃貸事業の改善を始めている。これにより、有利子負債の圧縮。 財務と収益の安定を図るのが狙い。また、新築事業は経済成長、一い中国市場をターゲットにしている。2010年2月2日、深山祐介の甥いである深山秀代が社長に就任。2010年4月2日からフランチャイズネットワークとしてレオパレスパートナーズを開始した。パートナーズ店は、 フランチャイズ店としてすべてのレオパレス物件を紹介できるとともに直営店とは違い従来の不動産仲介業を行うことができる。2010年11月には株式会社住生活グループと業務提携を行い、さらに同年12月には第三者割当てによる新株発行を実施し、新株すべてを同社の子会社で賃貸住宅の仲介や 社宅管理事業等を行う重生活リアルティ株式会社へ割り当てられた。2012年11月28日、韓国の住宅管理会社の売り管理との合弁会社、ウリレオ PMC を韓国の安陽市に設立。資本金は2億ウォンで、両社の接班出資。同社は韓国で初めて設立される企業型住宅賃貸管理会社。なお、MDI の称号は、 2008年10月にレオパレス21創業者の深山祐介の長男で取締役だった深山正氏の設立した不動産会社の社名として使用されている。2019年現在、祐介は MDI の代表取締役会長を、正氏は代表取締役社長を務めている。2019年2月7日、2018年に発覚した。 解癖思考不備物件に加え、思考不良が新たに最大1324棟で見つかったため、補修工事などの費用引き当てで特別損失を360億円追加計上すると発表し、2019年3月期連結決算の業績予想を下方修正した。2019年3月期の特別損失は721億円余りとなり、親会社株主に帰属する。 当基準損失は686億円余りとなった。2019年5月30日、宮尾文也が社長に就任。2020年5月、業績悪化により直営店のおよそ1割に当たる21店舗を一斉に閉店。同年6月、同年3月期の親会社株主に帰属する当基準損失が802億円となったことを発表。同時に、 急激な業績悪化により、1000人の希望退職者の募集を発表した。同年8月、ホテルレオパレス名古屋の売却を発表、ホテル事業から撤退。また、希望退職者1067人が8月末で退職し、追加で直営店26店舗の閉鎖を発表した。同年十一月、保有していたエンプラス株式会社全株式を、リコーリース株式会社へ譲渡。 レオパレスセンター大阪店2018年3月29日及び4月17日に2名のオーナーから確認通知図書との相違の指摘を受け回避思考不備が発覚。4月27日、レオパレス21がすべての対象物件において確認調査を行った上で補修工事を行うと発表した。5月25日、国土交通大臣が会見にて、 特定行政庁が建築基準法違反と判断した物件については違反状態を速やかに解消するよう指導し必要に応じて免許権者である国または都道府県が建築士を処分すると答弁した5月29日テレビ東京の番組日経スペシャルガイアの夜明けにて違法建築疑惑のスクープとして改築の不備を映像を用いて報道6月18日 レオパレス21が調査を加速度的に行うため、海壁思考不備問題緊急対策本部を立ち上げていることを報告。2019年2月7日、レオパレス21は新たに1324棟の物件で壁や天井などに思考不良が見つかったと発表した。入居者は計14443人で、 天井の耐火性能が不足する641棟の入居者7782人に速やかに転居を要請し他の問題物件の入居者全員にも促す対応を行う。費用は同社が負担する。対象所在地は2018年5月公表の12都府県から33都府県に拡大した。深山秀夫社長ら取締役が 役員報酬の一部を返上するとともに、深山社長は辞任の可能性を示唆した。2月19日には、同年1月末時点で、開閉施行不備に関し、1895棟の建築基準法違反が確認されたことを、国土交通大臣が明らかにした。同年七月十二日、消防庁の発表によると、レオパレス十一が施行した六十七棟の、 共同住宅において、外壁が、耐火構造、または純耐火構造に、外壁、または、天井部が純耐火構造に不適合であり、消防法、または、火災予防条例の基準に違反する恐れがあること、加えて、レオパレス21が施行した3964棟の共同住宅についても、建築構造等を調査中であることが、レオパレス21から報告された。 同社が2002年1月から2015年3月にかけて販売した物件では地球温暖化対策としてエアコンを3時間で自動停止するよう設定していたが2018年になってこの年の折からの猛暑の影響で熱中症にかかりかねないなどの苦情が急増していることが明らかになった苦情や問い合わせは同年7月だけでも1000件を超えており 同社はこれらの苦情を受け、エアコン機器の交換や、設定変更などを実施する事態となっている。エアコンが3時間停止機能のついたエアコンは前期の通り、2015年3月までの販売物件に、備え付けのため、2015年3月以前の物件、ゴールドネイル、在来、ゴールドレジデンスなどの比較的古めの物件に取り付けられている。新しい物件、 クレイのシリーズはエアコンが新しいため3時間停止機能はついていない。ありがとうございます。